グロリア・モーガン・バンダービルトと、娘のグロリア・ローラ・グロリア・モーガン・バンダービルトは、アメリカ合衆国の富豪・バンダービルト家の相続人の一人、レジナルド・クレープール・バンダービルトの妻、ファッションデザイナーのグロリア・バンダービルトの母、TV ジャーナリストのアンダーソン・クーパーは孫にあたる。ルツェルンで生まれる。父は、アメリカの外交官で、後に、ブエノス・アイレス領事やブルッセル領事を務めた、ハリー・ヘイズ・モーガン。 母はアイルランド系アメリカ人とチリ人の両親を持つローラデルフィン・キルパトリック。母方の祖父ヒュー・キルパトリックは南北戦争時の北軍の将軍で後チリ駐在アメリカ大使となった。母方の祖母ルイサは17世紀以来のスペイン系のメーカー出身である。一卵性創生児の姉、テルマ・ファーネス、妹・コンスエロ、マイナーな俳優だった弟ハリー・モーガン・ジュニアがいた。 17歳の時、野心的な母は美しい娘たちに、社交界デビューの足がかりを作ろうと、ニューヨークへ移り住み、カトリックの学校へ通わせた。たちまち美しい姉妹は、社交界の話題となり、防具氏の表紙を飾ったこともあった。セシル・ビー,イートンが、優美な彫像のようだと、彼女たちをモデルに写真を撮った。彼女を見染めたのは、バンダービルト家の恩蔵師。 当時43歳のレジナルドだった。彼は離婚歴があり、子供もいたが、社交界では、競馬と酒の好きなプレイボーイとして知られていた。彼はグロリアに、ティファニーの7万5000ドルの16カラットもあるダイヤモンドの婚約指輪を与えたという。1923年に二人は結婚し、翌年2月に、一人娘、グロリア・ローラが生まれた。すでにレジナルドは、 アルコール中毒で肝臓を病んでおり、グロリアが財産目当てで彼と結婚したと噂されても仕方のない状態だった。1925年、レジナルドが45歳で亡くなると、グロリアは娘と共に莫大な遺産の相続人になった。彼女はそれから6年間、主にパリに住んで、モニ服するどころか、ヨーロッパとアメリカを往復し、社交界で遊び回り、男たちと、 大ピラに交際した。彼女の行情が娘、グロリア・ローラに悪影響を与え、養育を放棄しているに等しいと雇っていた私立探偵から報告を受けたバンダービルト家は1934年に母親の資格はないとグロリアを訴えた。タブロイド紙はこぞってこのセレブレティの裁判の行方を書き立てた。時代はアメリカ全土が不況にあえいでおり、国民は映画を見るように、 金持ちたちの愛憎劇を楽しんだのだった。バンダービルト家は、グロリアがミルフォード平文公爵夫人ナーダと同性愛の関係にあるドイツの貴族が金目当てに彼女と関係を持った、など様々な証拠を突きつけた。世論は、グロリア帽子に好意的だった。どんなだらしない母親でも、おばよりは愛情があるに違いないと彼女を指示した。 大金持ちのバンダービル時計の反発もあった。後半の度に、ヤジ馬が大勢集まり、事態の重大さを知らない娘、グロリアローラに、同情の声が集まった。裁判の進展もグロリアに有利に思われたが、判決は、意外にも、オバガートルードに養育権があるとした。グロリアローラの遺産管理からも除名された。許されたのは、週に一度会うことだけだった。グロリアは、 母親であるより女であることを優先した。裁判の真中、娘を実母に預けへっぱなしで、たまにしか顔を見に来なかった。週に一度、グロリア・ローラと対面しても映画を見ていらっしゃい。と小遣いを与えるのだった。彼女は男たちと恋愛を重ね、ヨーロッパとアメリカを往復する暮らしを改めようとは、しなかった。その往復の回数は120回、時間にすると2年間にも及んだという。 だが1946年、娘のグロリアが奔放で老費家の母親に高額な生活費を支払うくらいなら、事前事業に寄付金した方が良いということで、彼女への金銭援助をすべて取りやめた。晩年、彼女は姉のテルマとニューヨークやロサンゼルスに暮らした。1958年には、姉妹連盟でダブルエクスポージャーという回顧録も発表した。 1965年に彼女が亡くなった時、葬儀にはメアリー・ピックフォードやバディ・ロジャースが参列した。彼女はカリフォルニア州カルバーシティのホーリー・クロス墓地に葬られた。ありがとうございます。